秋井瀬は、日本のスポーツライター、野球評論家、栃木県宇都宮市出身。1989年3月、栃木県立宇都宮工業高等学校を卒業。1989年、映画研修のためにアメリカ合衆国に渡米し、インディアナ大学に7ヶ月留学後、ニューヨーク大学に転学。1991年、同大学フィルムスクール入学。 その後、長築シナリオ研究所やオフィス2-1でライター修行をしていたことがある。高校野球でプレーしていたこともあり、アメリカ留学中に感銘を覚えたメジャーリーグベースボールについても研究を始め、パンチ用の愛称で親しまれていた元パシフィックリーグ広報部長の伊藤和夫に指示。1997年、パーフェクト TV での大リーグ中継開始と同時に、 解説者として出演するようになる。囲碁大リーグを主としたスポーツライターとしての活動に本格転向し今日に至る。現在は MLB 中継の解説者として富士テレビ日本放送 J スポーツに出演。東京中日スポーツ野球評論家として随時コラムにも活動。前述の留学経験があるためメジャーリーグ中継の解説において 現地中継のインタビューを同時通訳することができる。a b 2 0 0 3年にテレビ東京のプロ野球中継に出演した際に作成されたプロフィール、宇都宮リトルシニア進学先を b ありがとうございます。